久保さんぜひ2021年ポイントポイントの講義お願いします <laughs> まあねドリアカもね4年やりましたからねうんだからまあ実際にまああの120万まで来年しますけどもまあこの前ね塾生さん対談取ったんですけどもうね久保さんあの塾に入って5000万6000万稼いでるんですよまあ全員じゃないですよ 全員じゃないですけど、まあ実際に、やって、まあやった人ですよね。素直に。うん。じゃあ、5000万、6000万を120万にしたら、<laughs> まあただみたいな、まあもう多分もうちょっとでね、1億いくので、うん、その粛清さんはねもう、もう多分1億いくことはもう見えてます。じゃあ1億稼げる内容がね、120万じゃないですか。ってなってくると、まあ、 まあ、120万以上はもう値上げしないですけど、まあ、別にいいかなっていう。で、それで、な、なんかね、まあ、久保さんの言った通り、うん、例えばね、自分で稼ぐってことは、自分の、まあ、登記簿登本で自分の会社作んなかったとしても、自分の会社を作るようなもんなんですよ。じゃあ、自分の会社を設立して、登記簿登本しなかったとし、登記しなかったとしますよ。じゃあ、これね、 年間で年収120万を目指してるんですかって話で <laughs> これからね月収100万稼ぎたいとかねなんかそういう目指してる人がえその年十 120, 120万なんすかみたいな話でだ結局その自分がどれだけ稼ぎたいのかっていうところで別にその単発でねあのなわけじゃないわけじゃないですかビジネスのスキルをつけたら久保さんもねもう YouTube 始めて8年ぐらいかな。で、そこかじくも7年とか、ずっと稼いでるわけですよ。じゃそれを逆算して考えた場合、まあ、120万なんか、もう本当ただみたいなもんかなと思うんですよね。うん。ただ、それが本当高いと思うんだったら、価格、価値で見るんじゃなくて、僕は価値を上げる努力を4年してきました。価値を上げる努力をずっとしてます。 ずっと工芸アップデートしてるし、サポートもずっとしてるし、だからそれがあるから、熟成さんもね、5000万とか6000万、この、稼いでるわけですよ。だから今年なんか、単月でね、1800万超えた人もいますから、これはか、あの、結果報告もらう中で過去最高ですね。4年の中で単月で1800万っていうのは、まあ過去最高でしたけど、まあその女性の方も、そ女性の方なんですけど、まあ最初、ドリアク入るときは、 まあ情報発信とかね自分で商品作って売るなんかね全く概念もないしやったこと1ミリもないわけですようんだからまあそう考えるとまあ本当ただ同然かなとは思うんですけどただ多くの人は価値で見ないし価格で見るしうんだ僕はねドリームアカデミアはもうどあの120万で据え置きで、まあ、今後 <laughs> 来年からね あのこの価格でずっと売ってきますけどただ市場のみんなの考え方としては価格で安い高い見てるのでだからいろんな商品来年からもね売ってきますよ数百円の商品も価格が安いと思う価格が安い価格で見るんだったらどうぞ価格,の価格で出しますっていう話でドリームアカデミアは価格で出さないです価値で出します価値で勝負していく だから価値をそこに価値を見出してくれる人に入ってもらいたい。だから、あの日本一のね、僕、塾作りたいんですよ。で、日本一の塾作るためには、これ、いろいろ4年やって思ったことが、価格で入れるんじゃなくて、価値で入れないと、これね、あの結果も出ないんですよ。ぶっちゃけ。安いから入るっていう人要は価値で見てないわけじゃないですか。うん。だから、その自分の人生の価値ってどれぐらいあるんですかと。 これから自分の人生を変える価値はどれぐらいあるんですかと。自分の人生を変える価値ってどれぐらいあるのって話で。<laughs> そこを価格で見てるんですかって話で。だから、あの、ドリームアカデミアはもう、もう120万でもうずっとこれでいきます。ここは折れないですね。ただ、あ市場、市場を見ると価格でほぼ9割9分見てるので、安い商品、来年の1月もね、390円で新商品出しますんで。 大丈夫です価格で見てる人は価格で390円安いから買ってくださいって話です、うん、ただドリームアカデミアに関しては価値で見てくれと自分の人生を変える価値は120万高いんですかと <laughs> でね、まあ、まあいつも結構言ってるんですけど僕たちが、うん、教育を受ける上で小学校中学校高校大学まで行ったら1000万以上のね教育費がかかってるわけですよ で、1000万の教育費がかかっていて、今の人生どうなんですかって話で。で、それはどうなのかっていう。これが高いんだったら、じゃあその1000万はどう説明するんですかって話で。いや、吉田さん、それは別ですよ、と。うん。じゃあ別でもいいけども、じゃあその1000万をしっかりと、なんだろうな、生かしてくれよって話じゃないですか。なんで今お金に困ってるんですか、と。で、それは学校の教育が、 お金を稼ぐっててことは教えてくれないんですよだから逆に言うとお金を稼ぐために勉強代を払わないといけないと僕は思ってますでもねでも今無料でも学べるわけですよだからお金を払いたくないんだ1円も払いたくないそのお金を稼ぐっていう勉強をする上で授業料を1円も払いたくないんだったら買わなくていいんですよ別にだ買わないという選択でも稼げますよ 僕からすると15年ネットビジネス見てるんで、こんだけ無料の質が上がってね、もうありとあらゆる話が無料で聞けるわけですから、やろうと思えば稼げるわけですよ。なんでじゃあ無料でね、これだけいいものが出てるのに稼げないんですかって話で。ね。じゃあそれは <laughs>、お金払って勉強するっていうその環境ですよね。自らお金を投資して、だからライズアップもそうなんですけど、 痩せる方法なんかみんな知ってますよ。じゃあなんでライズアップに高額な、ね、ライズアップのた一番高いやつとか100万超えてくると思うんですけど、じゃあなんでそんな高額な金払うのかって話でみんな知ってるわけじゃないですか。うん。だから、まあ無料でね、勉強しても稼げないっていう人は誰かに教わる。ね。えー、その環境にお金を投資するっていうことをしないと痩せられないですよ。うん。だ痩せられる人は別に 何も買わなくても痩せられるわけですよ。食事制限すればいいだけですよ。食事制限すれば誰でも痩せますよ。ね。摂取カロリーと消費カロリーのバランスでしかないと僕は思ってます。なんかパン1個しか食ってないのにめちゃめちゃ 100kg 太るとかありえます絶対ないでしょ。絶対ありえないですよ。こんなのは。で、それが自分でできないはコントロールできないわけじゃないですか。じゃあ、あの、環境にね、お金を払うのか。 そのコントロールしてもらうために人に習うのかっていう、なんかそういうのが必要ですよね。うん。だからまあドリームアカデミアはね、もうちょうどまあいいんじゃないかなっていう120万が。まあでも大学に比べると安いですからね。大学4年間に比べると安いし、専門学校より安いと思います。専門学校っていくらなのかな多分200万ぐらいはしますよね。2年で120万ではな、まあまあそのいろんな全部の学校見てるわけじゃないんでわかんないですけど。 うんまあ、少なく見積もっても小学校から義務教育中学校までプラス高校行ってると思うんでじゃあ少なくても小学大学行ってない人もいますから小高校は多分結構行ってる割合高いじゃないですか多分小学校から高校までの授業料入れたらね120万じゃ収まんないですよ多分 <laughs> うんまあそれをね、まあ、考えてほしいなっていうところの値段設定で で、まあそれが高いと思うんだったら速果塾でいいと思います。僕は速果塾より何倍も進化させますし、だからオファーもするしね、久保さんお願いしますみたいな <laughs>。だから久保さんができないことを僕がやるっていうね。だからそれは値段高いですから、僕の方が。もちろん久保さんがダメだったとしても、久保さんの講義はね、この前、そのオファーして入れていただきましたけど、まあ今回もオファーしてますけど、ダメだったら他の人にオファーするし、僕自身も講義追加していくし、 うん、少なくても、あのー、もう300%、もはや1000%ですね。あのー、そっか塾よりかは、抗議もあるし、そっか塾より内容は濃いです。じゃないと、その自信がなかったら120万で売れないですからね。久保さんは久保さんで、いや、俺の方が一番っていう自信があります。でも僕は僕で、僕が一番っていう自信があります。で、これが、あー証拠というかね、 何かを出せって言うんだったらそもそもなんだ久保さんのベースは何,何だったのかっていうそのベースは裏で僕が作ってたわけだ <laughs> 久保さんのベースはね <laughs> きっかけだったりとか,か僕は負ける気がしないですねだって久保さんのきっかけを久保さんのネットビジネスのきっかけを作ったのは僕なんでだから負ける気がしないですもし僕が久保さんに商品売ってなかったら 今の久保さんないんだよ。これ言い切れます。他の商品買ってたら今の久保さんないですよ。これはもう言い切れますね。うん。あの20時間ライブとかね、やんないですよね、久保さん。他の情報詳細やるのやんないですよ。うん。まあ、そんな感じですね。いってらっしゃい。